あ、音楽が、キッチンの音楽じゃないよ。これ一回音楽消して出す。静かになっちゃった。巨大なパンをもっと焼くんです。やばいぞ。音楽がなくなっちゃった。さあ、どうして私がここにいるのか聞きなさいよ。ピッツの夕食はステーキにしようかな。話しかけたら済む？音楽。メルーラ、ここで何をしてるんだ？罰則だろうって思ったけど違うみたいだよ。大した予想できなかったわね。私が来たのはどうしてこんなに時間がかかっているのか突き止めるためよ、チョメ。レイクピックはそわそわしてピーブスと部屋の絵について近況を知りたがってるわ。それについてはピーブスと会う機会があったよ。そして今までのところピーブスは僕にフィルチのコートに火をつけさせて、肖像画同士の論争を巻き起こさせて、ケトルバーンのキメラを撃退させた。ああ、その火遊びだけで罰則が倍になってるところだ。それがピーブズから部屋の絵をもらうこととどう関係してるわけ？ だよな、思ったわ。全然関係ないよ。ピーブズは僕たちが欲しがっているものが自分の手中にあることを知っているから、それを利用して僕たちをもてあそんでるんだ。ピーブズが飽きて僕たちに絵をくれるまで、僕は彼のいたずらの標的になるか共犯者になるしかないんだ。あんたの次の手は何なの？ピーブズと協力する。ピーブズに挑戦する。協力するしかないな。ピーブズの計画に付き合い続けるつもりだよ。ピーブズはどこまで強要できるか僕の限界を試してるんだ。反抗なんかしたらピーブズは部屋の絵を絶対に手放さないと思うんだ。来た来た。てか音楽が消えてるからね。ちょっとこの後再起動してやるわ。浮いてる。もうこんなキッチン見たくなかったの。でもキッチンって楽しいよな。キッチンのものでいっぱいだ。次はなんだ、ピーブズ？キッチンの混沌だ。俺はな、食べ物が飛ぶのを見るのが好きなんだ。部屋の絵を手に入れるのは僕が食べ物の投げ合いを始めるかどうかにかかっていることだな。そういうことだ。すぐに食べ物の投げ合いを始めろ。分かったよ、ピーブズ。お望みなら何なりと。いや、食べ物は大切にしないと。これまでで一番面白くするぞ。ああああ。食べ物の投げ合い。食べ物の投げ合い。じゃあ、少々お待ちください。音楽つけてくるわ。チョメです。音楽が復活しました。はい。入り直したらね。8時間か。ちょっと待ってくれ。おい、物を大切にしようよ。みんな8時間も投げ合うのか。手を貸す。僕の代わりにやってくれ。卵をもっと取ってくる。怒られるぞ、ピッツギ。床がつるつる滑るな。走るな。気をつけろ、チョメ。ピーブズまでやってるよ。はっはっはは。その鍋とフライパンの山に触らないでください。屋敷しもべよせ。夕食ができたぞ。マジでメルーラ。始めたのはあんただけど、最後に笑うのは私よ、 YouTube。 あ、確かにね。YouTube からチョメやな、メルーラに投げたもんな。自分がどっちの味方かわからなくなった。もうバトルロワイヤルだな、これも。ピッツはピーブズを見てる。ピッツはピーブズに出て行ってもらいたい。 この左のモブキャラまでやってんじゃん。この女の子同士で左のやつ。僕の代わりにやってくれ。卵をもっと取ってくる。ちょっと待って、卵割れるじゃん。後から食べれんじゃん、それ。ちょっともったいないって。ここで今やめるわけにはいかないんだ。この食べ物の投げ合いは好きじゃないな、正直。焼きしもべ妖精はとても小さいです。食べ物はとても大きいの。ほんとね、食べ物を粗末にしたら後々あれだからな。チョメです。マックスまで回復しました。続きをやっていきますね。始めたのはあんただけど、最後に笑うのは私よ、 YouTube。 もうループかな。まあ、あんま喋らんで、この投げ合いをね、プレイ動画として見せるのもいいかもしれない。キッチンの BGM でも皆さん聞きますか？ちょっと黙ってみるか。黙ったのはいいけど、このタップするごとに、チャリンチャリンチャリンっていうのがちょっとうるさくて、あんま BGM としては入ってこないね。あと少しだけど、3で終わるかな。メルーラ5なんだよね。これで終わらないからさ、ほら。待とう。チョメです。少し回復してきました。 終わらなかった。 あと1か。これで終わるかな。1。終わらない。はい。チョメです。CM を見て3ほど回復しました。よし、終わったギリギリ。はい、ゲットします。コインをね。
疲れて倒れてるじゃん。そこにいたのか、チョメ。見つけたぞ。これで十分に混沌を引き起こせたか、ピーブス。これなら僕たちの前から消える前に絵を渡してくれてもいいんじゃないか。もう肉とかも落ちてるじゃん、もったいない。十分なんてありえない。だが交渉なら始めてもいい。今から交渉か。交渉を始めてもいいだって。それじゃあ今までやってきたのは何なんだ。俺を楽しませるための余興だ。絵のことはダンカンとしか話さないぞ。それじゃあ監督生のバスルームで会うことにしようか。絵が欲しければ準備してくることだな。何の準備だよ。いたずらのだ。もちろん浴槽で混沌を引き起こせるのも、まあ、何か持ってこいよ。カエル卵石鹸でも持っていく。お風呂で石鹸まみれにするか。いたずら道具を探す。いたずら道具を探すのを手伝ってほしいの。楽しみだわ。ゾンコで会いましょう。あ、3時間待ちましょうね。明日やろう。